空飛ぶ車を使ってですね、いつでもどこでも誰でも移動できるような世界を実現したいと思っております。大分経済同友会が今日大分市で開いた講演会、招かれたのは空飛ぶ車の開発に取り組む愛知県の企業スカイドライブの最高執行責任者です。この会社ではプロペラのついた機体を開発していて、3年前に有人飛行に成功しています。さらに開発を進め、2025年の大阪・関西万博では空飛ぶ車をタクシーとして活用することを目指しています。地方にかなりいい景色だったり、なかなか普段見られない非日常の体験が待ってると思うので、まずはちょっとそういうエンタメとか遊覧から、将来的には普通の移動手段としてこの空飛ぶ車を使っていくという形で導入検討いただければという。講演を聞いた県内企業からも期待の声が。まさに観光の多様化にね、ものすごくつながっていく夢のある話だと思います。もう移動そのものがアトラクションになって、また大分の魅力になっていいんじゃないかなというふうに思います。魅力的な未来の乗り物に県内の自治体も。小回りが利くであろう空飛ぶ車を活用するというのは非常にポテンシャルがあるのではないかというふうに思っています。それが大分市です。人口減少に伴う利用者の減少で公共交通機関が岐路に立つ中、市は自動運転バスなど新たな交通手段の検討を進めています。空飛ぶ車についても今年度の一般会計当初予算に1100万円を計上していて、導入の可能性などを調査していくことにしています。別府湾がですね、開けて、そこが飛びやすいというのは一つの魅力かなというふうに思っております。市は安全性への懸念を払拭するため、まずは住宅地などがない別府湾上空での飛行が実績を重ねる場として適していると話します。さらに大分空港や別府湾周辺の観光施設などへのアクセス向上、救急搬送や災害での活用など用途を広げられるのではないかと考えています。いち早くですね、都市間競争を勝ち抜くためにもですね、飛びやすい環境が作れると思いますので、まずはそういったところを自治体として取り組んでいきたいと。新たな交通手段として期待される空飛ぶ車、県内でも近い将来行き交う姿が見られるようになるかもしれません。